Welcome! 皆さんこんにちは、ジュディ・オングです。今日はですね、タイの新聞料理、何だろうと思いますよね。新聞が登場するんです。この新聞がないと美味しく出来上がらないの。不思議ね。何だろうと思いますね。まずではタイを皆様に見ていただきましょう。あのね、あんまり大きいのだとここにはまるタイ のサイズで行きましたが、今日はちょっとちっちゃい気味ですね。でももう少し大きくても大丈夫ぐらい、あの 4人だったらもう一回り大きくていいかと思います。そしてタイに振る塩とそれからオイル、これはもうお好みでいいです。私は今ちょっとオリーブオイルに凝っているのでオリーブオイルを使っております。ということで何をするかというと、まずタイにちょっと切り目を入れましょう。その方が食べやすいし、それからこれもあらかじめお腹も取って、鱗も取ってあります。でもエラのお腹も綺麗です。さあ手は綺麗ですよ。それでは切りましょう。こういうふうに入れますね。こうまあこうちっちゃいからな、そんなにまあやっても3つかな。でひっくり返して、でこちらも入れます。はい、3箇所入れました。でこれで塩をつけます。で塩ってね、遠慮してつけたら美味しくないのね。もう尻尾とエラはしっかりつけましょうね。その香りが出てくるからね。私は今ね、うちにこれしかなかったから使ってるのは、ヒマラヤの岩塩ですけれども、皆さんは何のお塩使ってもいいんですよ。このピンクの高い岩塩じゃなくていいんですよって言ったってね、美味しいのよ。この方がちょっとねミネラルの味がしてね、美味しいんです。でね、あまりにも水分があるとバリバリ跳ねますので、今からやるのはこれを半揚げみたいなことするのね。だから水気はなるべく取っといた方がいい。ギャーなんて言うことになっちゃうので、お水気は少しでも取っておきましょう。 OK、 これだけ塩を振ればなんか美味しくなりそうですね。結局表面に味がついてるので、中にはそんなに揚げるわけだから入らないです。では火を入れます。オリーブオイル半分揚げるって言いましたでしょ。だからねちょっと多めぐらいですね。でここで新聞紙が登場するんですけど、私はちょっとなんか少しお水スプレーしときました。なんで今からやること、どうぞびっくりなさらないで。ではお魚を入れます。頭からいきますよ。スライドイン、スライドイン。何するって、これで蓋をするので、本当の蓋を使っちゃうと湿気が全部中に行っちゃうので、からってから、それでこれですと油も吸って、それで湿気も吸ってくれるのが新聞紙だけど、私は中を湿らしときました。少し湿ってないとね、心配じゃない、なんとなくね。母はそんなこと関係ないっていう感じでしたよ。どうかな、で少し時間経ったらずらします。まだまだ全然ダメだけど、もうちょっと経ったらねずらすの。なんでずらすかっていうと、頭と尻尾が火が通らなきゃいけないから。これね、早くやると皮がむけちゃいます。だから早く急がない、気持ちは急がない。で周りが少しヒレが立ってきましたね。そしたらついてるかな、まだくっついてる、ダメ。動かそうと思ってくっついたらね、ダメよ、皮が全部剥げちゃうから。タイのなんかいい話がありますかね。日本はおめでたいのでタイでしょ、タイは別におめでたいからタイということではないみたいですね。ただ淡白なので、タイっていうのは上に何かあんかけをしたりそういうものをするのに非常にいいお魚なのね。でも日本ではタイはすごく高級魚なので、そんなことやってる場合じゃないわよって、タイのお頭付きなんて言ったら本当に大変なことなのよって教えられましたんですけれども、うちの母はこうやって丸一匹
あの食卓に出してくれました。だから今日は大変だったのよって言って大騒ぎしてますね。はい、少し動きますよ。はい、この方ちょっとやりましょう。この方ね、ボブあげなきゃいけないから、いましたね、この頭の方ね。そろそろひっくり返します。せーの、いいよ。あら、きれいね、うまくいきましたね。ではまた新聞紙で、今新聞紙ここに置いたらね、あの蒸気がここにこうファーッとなりましたね。それ全部新聞紙がね引き受けてくれてるの。美味しそうですよ皆さん。今夜のお料理はこれかな。タイが大きいこの形のがなくたら切り身でもいいんですよ。切り身でも構わない。両面お塩をして、最初は皮の方から入れて、動かせるかなって言って、動かせるようになってから動かされると皮が全部取れちゃう。いい格好になりましたね。いい格好になりましたね。もう少しですね。もう少ししたら尻尾の方をやりましょう。不思議でしょ、新聞を料理に使うなんて。だいたいのほうれん草を包んで冷蔵庫に入れるのに、ね、新聞紙使うぐらいですけど、なかなか役に立ってくれています。皆さん、新聞紙うちにはないわって言ったら、お母さんのとこからもらってきてください。どうしよう、そしたら買うしかないかな。その一日は新聞を読んでください。 OK。出来上がってきました。じゃあ尻尾の方もうちょいちょっと火を通して、あ、いた、はい、でこれを一回バットにあげます。それはね、その時はね、新聞紙をもう大いに役に立たせましょうね。さっきの水のかかってない方を使います。バットの上に一回ちょっとだけね、ちょっとだけ油切りをしましょう。大きいな大きかったです。あ、そんなことしたのに、もう火が通り過ぎちゃう。あ、あ、最初に用意しとかないとこういうことになっちゃうのね。 OK、 あげます。はい、出来上がりました。はい、それではお皿を出しましょう。何がいいかな。うん、これにしよう。さあ、油も切れてきたかな。のせます。いい感じです。これだけじゃほら寂しいじゃない。だからね、ちょっとパクチーをのせて、ね、いい感じに上がりました。はい、タイの新聞焼きですそれではタイの新聞焼きをいただきます。皆さん本当に今日びっくりしたと思いますけど、本当に本当にね、このね、チャリッとした感じがね、これこれがね、おいしいんですよ。自分で言っちゃなんなんですけどね。いただきます。あなたお魚好きなのよね。ごめんなさいね、私だけ。あ、で行きたい人はどうぞって感じ。今日はタイの新聞に、あ、そうか、何にも自分が美味しいっていうだけで、この新聞をなぜ使ったかというと、で先ほど作りながら言いましたけれども、ある程度の水分は新聞が吸ってくれて、そして油が飛んでも全部新聞が吸ってくれるという、私たちも跳ねるのを恐れる必要もないし、蓋だとねちょっと中に全部が入って油が中ですっごい飛び跳ねちゃうんですね。だから私の母は新聞を使ってました。くれぐれもでも火には気をつけてくださいね。いや、美味しいです。自分で言うのもなんだけど、この今日の晩御飯はこれにします。それではここら辺で失礼します。
またチャンネル登録とそれからコメントください。それではチャオチャオチャオ。そうね。